僕、井上順です。僕が絵を描いてる理由は楽しいから。それしかないですね。まあ、それしかないわけではないんだけど、まあ、描いてて他のこと忘れれるし、そんなに難しいことではないですね。ただやりたいからやる。それだけ。たまたま絵がちょっと上手かったりとか、なんか器用だったり、家族が、ダメって言わないで、自由にさせてくれたから今があると思います。僕の周りに、僕のうちの、今住んでる僕のうちの周りには、すごい自然が多くて、まあそこで生まれてそこで育ったんだけど、まあ外に出てやることはもう変わらず、なんか面白いもの見つけたり、空気の流れを見たり、ぼーっとしたり、牛見たりとか、牛見に行ったりとか、まあそんなにちっちゃい時と変わんないかな。ただ大人になっちゃっただけって感じですね。僕の目指すアートっていうのは、本当シンプルに純粋なもの、情熱的なものというか、美しいもの、まあ、僕の目指すアートっていうのは、ただただ美しいものを描きたい、すごいものを描きたいっていうわけですね。で、将来目指すところは、将来目指すところは、そうだな、山本清とか円空さんとか、人に何か、してもらったお礼に自分のできることを返す、そんな生き方が最終的にできたら幸せですね。あと今、なくなりつつある、日本の文化っていうのかな、日本ですね。そのどんどん薄くなってって僕は思うんだけど、そのもともと持ってた日本の美意識とかを、僕が手に入れて鍛錬して、それが表になんか作品とか何でもいいんだけど、そういった形で、人々に見てもらったりとか、こう世界にとっていい影響に、まあ、そこまででかいことじゃなくてもいいんだけど、何かしらのパワーっていうかインパクトを与えられたらいいと思います。